あやぽんちゃん。ぽんちゃん。ぽんちゃん。ぽんちゃん、日向ぼっこもいいの？ぽんちゃん。今日も20度くらいになるらしいよ。今日はヒーターつきませんよ。だって、ここに来て。高いよ、今日は。はい。朝方っていうか、夜中ちょっと涼しかったね。そうかな？うん。お、意外と寒いんだ。どうも、こんちゃん。いつもと。はい。はいはい。じゃあ、本日ご紹介のグッズはですね、ちょっとやってみて。はい、チューチュー。チューチュー言います。ポンちゃんいきなり食いついてます。ポンちゃん早い。おー、また。ポンちゃん上手。おー、ポンちゃん、いいね、いいね、ポンちゃん。反応今までで一番いいかもよ。すごい。すごく食いついてます。チューチューはいいのかな。このいいのかな。おー、チューチューチュー。ふふ。ちゃんくん、お取りします。止まると声もしません。そしてふふふ。ただ、そういうメカニカルな部分を持ってるやつは壊れるかもしれないね。あともね、電池がなくなったらね、他はできないと書いてあったと。あ、かっこいい。じゃ最初に鳴るだけなんだ。電池の交換はできませんが、キャットニップの匂いは長時間持続しますって書いてある。触れたり転がしたりすると振動によりネズミが鳴き出します。何ヶ月ぐらい持つかだね。そうだね。すごいすごい。おお、すごいすごい。ちょっと落ち着いてきたね、うん、もうポンちゃん見切ったか。じゃあ次は後でジャン君やってみましょう。あ、ジャン君来るかな。ジャン君今おトイレしてきたんだね。ジャン君、ジャン君どう。ネズちゃん、チューチューネズちゃんだよ。ジャン君後ほど。はい、ゆっくりジャン君。母ちゃん、なんだ、なんか泣いてるぞ。なんだなんだ、生きてるのか。
どうするどうする、うん、ジャンくんジャンくん、ジャンくんスピードスピードスピードの差よね。ちょっとほとんど歩いてるようにしか見えませんけど。まあまあ走り始めた。歩いてる歩いてる、ジャン君歩いてる。うん、ねびっくりです、もっと早く出してあげればよかったにゃ、もうあちょっとちゃった、はい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 、それでは食いつきが良かったのでご紹介します。チュータッチ、キャットニップインサイド、スクエアウィズリアルサウンド、これさ英語で書いてあるけど日本のだねきっとね、チューだもんね、そうだよね、だって会社が日本の会社の名前になってるね、うん、すごいですね、はい、チュータッチロッド付きということだそうです。釣り竿の部分は4つぐらいに分かれてたね、それをつなぎ合わせて作りました。ジャン君もすごい、ジャン君ジャン君、我が家のジャン君ポンちゃんには大好評でした。まだ一度もこの宇宙船型のハウスに入ったことのないちゃんくんですが、先ほどのこれによってちょっと首だけは入るようになりました。ほら、ずいぶん気に入ったね、うん、結局振り回さないで置いておくとジャン君は、加えたり飛ばしたりしながら遊びます、転がしたりね、うん、ジャン君お取り出した、遊び方がみんな違うんだね。ジャン君にとってはこれは動いていない方がいいんだね。なんだってなったね今ね、外が見えるあのドームがよく理解できないみたいだね。ジャックこれほらポンちゃんがよく入ってるでしょ、ポンちゃんは何も考えずにスポッと入って中で出てたけどね、うん、ジャックも入ってみてね、ポンちゃん
はい、うん、あんまり日がさしてないね。ずっと泣いて呼んでたね、うん、もうおいでよ。はい、ワンちゃん、向こうで待ってるよ。はい、かわいい。ポンちゃん手がなんか浮いてるんだけど、映像で見えるかな？黒の、あ、見えるか。そっと近づいてみます。白い。はい、100点。